つまでここにいなきゃいけないの？金太郎おじい様次第です。ちゃんと伝えといてよ。私は後継ぐ気もないし、お嬢様になるつもりもないって。はい。早く帰って二人の墓も作ってあげたいしさ。メイさん、阿部際に下がってください。え？にゃっ！いいって、いいって話すバカ！ダメしろ！お前どうやって入った？あ、関係ねえだろ、んなこと。言ってよ、話せよ。ここにいたことあんの、あんたが。中1の時の夏休みに少しだけな。聖ルチアには執事養成学校も併設されています。弟は1週間でそこから逃げ出しましたが。逃げてねえ。俺は最初から執事なんかなる気ないっつったろ。典型的な負け犬の遠吠えだな、この野郎。うるさいな、もう。それより何しに来たの？え、そりゃ場違いの金持ち学校でいじめられてるメガネうどんを笑いに来たんだよ。はあ、どんだけ暇なの、マメシは。おっ、マメシはって言うなっつったろ。騒ぐな、用が済んだならさっさと帰れ。そうそう、うるさいから帰れ。いつの間に。ま、細かいことは気にせんでいいや。あ、おい、なんだよ。おい、宇宙人みたいに持つなよ。やめ、おい、気をつけろよ。あ、この学校舐めてるとマジヤバいからな。